んどかったよ。いろいろ試合前からしんどかった。こんな最悪なコンディションで迎えたタイトルマッチはキャリアで初めてだ。本当にできれば今回やりたくないっていうぐらい腰がしんどかった。でもレスラーはやるしかねえだろう。どんな状況であろうと5体満足じゃなかろうが命ある限りリングに上がるしかねえんだ。そしてそういう状況でも俺は奪還したぞ、奪い返したぞ。え、勝手に言わせてもらうか。これで再びネバーの価値は上がったんじゃないかな。おい新日本プロレス、どういうことだ。はい、ビッグマッチ第2試合だと。おい、この後はスペシャルシングル権利賞、権利賞マッチ、タイトルマッチが2試合目。それはネバー王者として黙ってらんねえからな。俺がチャンピオンになる限り再び勝ちを上げてみせる。もちろんオンリーワンも勝ちをな。鈴木に関して一つ言えば、あいつの生き方はクソだと思うぞ俺は。あいつの生き方なんか何も真似したくねえ。だからあのクソの生き様は大したもんだよな、大先輩の生き様。ちょっとは参考にさせてもらおうよ。あいつがプロレス王を名乗れるんだったら俺はドラゴンキング竜王を名乗ってやるぜ。